はい、こんにちは、グランピー池田です。サイクリングですね。せっかく休みの日にこう計画を立ててですね、ここ行こうかとか、あそこのカフェ行こうかとか立てたのに雨と。こんな悔しいことはないですね。悔しすぎる。でもそんなに悔しがらなくてもいいんじゃないでしょうか。以前ですね、自転車の楽しみ方ということで、自転車の通勤も実はすごく楽しいんですよという、動画を撮影しました。で、実はですね、自転車の楽しみってそれだけじゃないんですね。まだまだたくさんあります。で、その中の一つをもう一つ、ご紹介、いたします。雨の日走りに行けない、そんな時にはいじると、自転車をいじるという楽しみがありますので、それについてですね、今回は、ちょっと喋って話してみようかなというところです。で、自転車をいじるっていうのは、つまりどういうことかというと、おそらくこの動画を見られている方、ご自宅は例えばマンションですとか一軒家ですとかアパートですとか、いろんなこう住まいに住まれている方いると思います。で、自転車の保管も、家の中でされている方ももちろんいらっしゃいますし、自転車の駐輪場ですね、で、保管しているという方もいると思います。なので、もう本当に自転車専用のガレージが、修理ガレージがあってですね、もうそこでもう全部分解したり組み立てできるみたいな人はですね、もうまあいないでしょう。ほとんどもう一握り、もうごくわずかな人だと思います。で、自宅の中、部屋の中ですね、ですとか、玄関の前のこう通路のところですとか、そういうところでも実は自転車って楽しめるんです。で、それがいじるというやり方ですね。で、僕は今自転車屋さんなので、こうお店のこういうピット、修理スペースがあるので、お店が終わった後とかですね、自分の自転車をこう触ったりできるんですけども、そういうピットがなくても自由に、ご自宅の中で、ご自宅の玄関先で、いじっていただくっていうのも、面白いと思います。で、じゃあどんないじり方があるのかと言いますと、例えばですね、ハンドルの調整です。ハンドルの調整というと、ここをこういろいろいじってみるんですけども、ハンドルの例えば高さですね、高さで、このステムの角度で、ハンドルのこの向きですね、この上下する向き、たったこれだけ、たった1センチ、たったもう 0.5 ミリでも乗り味ですね、乗り味が全然変わるんですよ。で、この例えばハンドルの角度を変えよう、ちょっと向きを変えようという場合は、ボルトをこう1本のものから、多くても4本、一部6本ぐらいあるんですけど、それをいじる、家でこうネジをこういじるだけでもう全然違う、全然乗り心地も持ち心地も違うというのが、実は体験できると。その自転車にこうまたがった状態でももちろん分かりますね。で、こうやっていじってみるとですね、まさかこんなポジションがこんな快適だったなんてとかですね、まさかこんなに姿勢がきつくなるなんてとかですね、わずかそれこそ数分でできるハンドルのポジション変更なんですけども、そういう高くして楽になったとか、低くして、楽になった、またはこう手が痛くなったとかですね、持ってたら手が痛くなったとか、そういうのを体験できるのがこのポジション変更です。で、実際にその変更するときに、使うものっていうのは、工具1種類でほとんどいけると思います。例えば
これ僕の自宅兼携帯の修理工具なんですけど、これのですね、こういうのがあります。まあ、自宅でちょっといじるというのだから、これがいいんじゃないかなと思うんですけど、これですね。あの、六角レンチっていうやつですね。アーレンチって言われてたりします。こういうもの。これは僕が自転車屋さんになった時に初めて買った工具で、もう、これ宝山の工具なんですけど、実はこの刺さってるものはもう全部違うメーカーだったりします。途中で折れたり曲がったり、まあ、舐めたり、そういうのでどんどん入れ替えていってるやつですね。これ1個で、まあ、自転車のこういうボルトって六角が多いので、まあ、ほとんどハンドル周りは調節できるかなと思います。なので雨が降ったり、いろんな事情で、自転車に今乗れないよという時は、実は家の中でですね、こうポジションを変えてみるとか、もう走ってる時にポジションなんて変えれないので、自転車に乗れない時だけこういう工具でですね、ちょっといじってやってみると、そうすると今までこれが本当にバシッとあったポジションなんだ、位置なんだって思ってたのがですね、ひっくり返ったりするので、それがまた面白いところでも、あります。でもう一つですね、いじるというので面白いのがありまして、それが、クリーニングですね。掃除です。掃除に始まって掃除に終わる、基本中の基本なんですけども、これがですね、意外と面白いという感じです。で、何をするかというと、まあ、用意するのはですね、まあ、こういうものなんですよ。まあ、いろんな、ケミカル用品もたくさんあるんですけども、まずはこれ、ウエスっていうか、まあ、雑巾でもいいです。もう使わなくなった T シャツでもいいと思います。そういうのをこう1枚用意します。で、濡れてないこの空の状態でこう拭くと、これだけです。これだけでいいです。これだけでおってこう思うところがたくさんあります。例えばですね、例えばこの車輪、まあ、ディスクブレーキのモデル、感知ブレーキ、リムブレーキのモデル、どちらも関係ないです。もう、ここをこう、きれいに拭いてみてください。じゃあ、おそらく、通勤で使ってる人とかはですね、もうドロドロなんですよ。ドロドロ。もうそれをこう、スッと拭くだけで、めっちゃきれい。それだけでこう、気持ちが高まるんですね。これも走りながらはできないんですよ。こんなこと。走りながらこうやって拭くなんてできないですからね。雨の日だから。乗らない時だからこそできる面白さでもあります。で、全体的にですね、もう空拭きです。スッスッスッと拭いていただく、これたったこれだけでいいです。で、まあ普段はあまりこう見ないですね、チェーンのこの周り、まあ、油汚れでギトギトなんで、あまりこう見たくないという人もおるんですけども、そのチェーンの周り黒くなっているところをこうチュチュチュッと拭いてあげると、それだけで自転車がですね、こう見違えるようにピカピカになったりしますので、非常にですね、気持ちも高ぶって、よっしゃ次乗りに行くぞっていう気分に、させてくれるというのがクリーニングです。もちろんその黒いパーツも黒光りするぐらいですね、ピカッとなりますし、ポリッシュ系のシルバー系のパーツなんて、もっとですね、こうキラキラっと輝くようになると、まあ、それだけで、見てても楽しくなるというのがありますね。で、クリーニングしてるとですね、いつもとこう違うところに気づいたりするんです。まあ、普段乗っててる、自転車でも、あれ?と思うところがあります。例えば、こうタイヤを拭いてますね。タイヤを拭いてたら、あれ?ちょっと切れ込みが入ってるなと。これそろそろやばいんじゃないかなとかですね。あとチェーンだと、チェーンの周りをこう拭いてるとですね、あれ、なんかギアがすり減ってないかなとかですね、チェーンがちょっと歪んでるところがあるとか、変速機もなんかこう形がちょっと斜めに
なってるとかですね、そういうちょっと疑問な点が実はこうクリーニングしてるとですね、出てくるんですよ。そういう、まあ、事前の、まあ、事故の防止にも実はつながってるというのがこのクリーニングであります。でこう傷の場所もですね、フレームだと、あ、こんなところに傷があったんだ、なんでだろうって考えたりですね、そういう、のもできてくるのがいいところですね。あとはこうキャリアとかですね、キャリアもこう拭いてると意外とこうネジが緩みやすかったりするんで、そういうところもしっかりと実は一緒に綺麗になるというのと一緒に、チェックができるというのがこのクリーニングです。もっとこう高度なあのクリーニングする場合はまた別のケミカル用品がたくさんあるので、そういうので使ってやっていただければと。まずはまあ空拭きぐらいかいいかなと思います。はい、ということでですね、ハンドルの音でポジション変更もしくはこうクリーニング掃除ですね、こういうのをですね、自転車に乗らないときにやると実はいつもと違った発見があったり、次に乗るときよりこう気持ちを高ぶらせてですね、楽しく乗れたりできるというのが実はそういう自転車をいじるというところの、楽しみだったりしますね。はい、いつもとこう同じ自転車でもですね、また新鮮な気持ちで、乗りたくなるという方法、自転車の楽しみ方、それが自転車をいじるというところでございます。はい、ということで今日は、自転車の楽しみ方、の一つ、自転車のメンテナンスいじるということについて、お話ししました。では、今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。